8月の某日、我がチャンネルに奇妙な動画が送られてきた。撮影者の女性が近所の神社で撮影したものだそうだ。まずはご覧いただきたい。お分かりになっただろうか。この日、神社に人気はなかったそうだ。だが、どこからか視線を感じ、急遽撮影したのだという。そして、映り込んでしまった。謎のケムクジャラの生物。この生物の正体は不明だが、8月の猛暑の中、ケムクジャラで外にいることは不思議でならない。そしてこの後、撮影者の女性に暑苦しく寄ってきたのだという。続いて送られてきたのはこちらの動画。撮影者はお台場のビーナスポートに買い物にやってきた。この動画はその横の公園で撮影されたものだそうだ。まさかこのようなものが映り込むなど思いもしなかったそうだ。ではご覧いただきたい。お分かりになっただろうか。撮影者もこの動画を撮ったことにとても後悔したようだ。そこに映っていた謎のケムクジャラの生物。この生物は人間とはほど遠い姿をしているように見えるが、襟袖の立ったシャツを着用している。ちなみにビーナスポート付近ではこのように洋服を着たケムクジャラの生物が多数目撃されているそうだ。この生物は撮影者のことを知っているかのように後をついてきたという。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。